ほーって。そう、なんか富士急に初めて行って、初めて乗ったものが富士山でした。で、なんかもう本当に最初は富士山無理かもって思ってて、結構やばいよって言われて、待って、無理みたいな言っとって、でどん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 上がって、結構楽しかったです。そう、結構長いですよね、あれ。もう前髪もやばい、全開やし、これは使える画像があるのかっていう感じでした。めっちゃ登っていくんですよ、富士山。しかも今日のステージからめっちゃ富士山ね、めっちゃ見えたし、もうね、おでこ全開よ。かわいいコンチヌちゃん、愛おしいわ、それは。そう、富士山今日もめっちゃ綺麗に見えたし、撮影の時もすごい綺麗に見えた。じゃあメリーゴーランド乗った？みんなメリーゴーランドで、僕らのシェイククリスマスかかっとったじゃろ。あとスタンプラリー、花が描いてくれてる絵のやつ、寒かったよ。ダブラリーした、ほんと。そう、25日まで、やけあと3日間ぐらいかな、もうちょっとで終わっちゃうよ。アイリちゃん、こんばんは、こんばんは。お疲れ、ポーク卵さん、お疲れ。こんな配信が終わったんだ、いらっしゃい。行きたかったって、村藤さん、バースデーの日にね。いやー、でも今日もね、一日いろんなことがあってすごい楽しかった。みわみりんさん、初見ありがとうございます。ゆいにゃー。あーないためさん、ハートありがとうございます。今日ね、この服ね、あの花とのんのとりさと4人でお揃いの色違いの服なんですけど、花もこれ着てた、お揃っちだった。ゆえまるさん、覚えてます、ありがとうございます。記念撮影してない。記念撮影してない。このリボンはご飯とか食べようとした時によくなんかつきそうになって、メンバーとかスタッフさんにあーってよくやられる服です。そう、危ないって、あのつくよってよく、ヒヤヒヤするってよく言われる服。そうなんですよ、よく言われる。うなみちゃん、わかりますよ、よん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 、シナモン好きだよ、んよんよんよん。めっちゃさ、今日ね、歌っとる時とか喋っとる時とかね、息を吸ったらね、冷たい空気なのね、鼻もスースーしたよ。だから鼻も喉も冷たかった、いろんなとこが。だしね、こんなに久々に白い息が出るのを久々に見ました。超ね、なんかね、白かった息が。しかもだけ、歌っとる時とか、なんかスタッフさんが横でそのまあいた時に、めっちゃステージ上でみんなの息が白くて寒そうだったって言ってた。そう、なんかテントの中とか楽屋がすごいあったかかったんですよ。そうだけ、そのな、温度差もあったんか分からんけど、そう
エリくん見えましたよ。いやこれからね、真冬の外のライブは結構寒いなって思いました。まあでも今んとこ真冬の外ライブは予定ないんですけどね。本当にリーコちゃん嬉しい。うん、昨日俺見えた、それは見えるでしょコールデッキが白く広がったでしょ。皆さんもゆっくり休んでください。今日寒かっただろうから、今日はねお湯にしっかり浸かってね。そう、もう昨日帰ってきた時はもうなんかお風呂に浸かる余裕もなくて、もうお風呂を最短時間で済ませて最短で寝なきゃいけなかったから。そう、でも今日はちょっとまだね8時半とかなので、まあ、9時までショールームやったとしてもまあ時間あるので今日はゆっくりしたいなと思います。マヨラボ聞いてくれてるの、愛理ちゃん嬉しいです。ひろかちゃん行きたかったって、さすらいさんも体調に気をつけてください。今日パンダ見えて嬉しかったです。皆さんうちわとかパンダとか、何年かぶりなんですか、えりくん。やば、使った方がいいよ。ロングさん握手と物販ありがとうございます。そう、今日久々にね生であのセカンドの衣装多分皆さん見たよね。ね、セカンドの衣装久々にファンの方の前で着た。この前撮影で着たからあれだったけど、でもコートはね 2年ぶりぐらいに来ましたね。なんかコート私めっちゃ短いんですよ。それをなんか私が着た瞬間にめっちゃなんかメンバーがなんかめっちゃ笑ってきて、そうメンバーとスタッフさんにめっちゃ笑ったの。なんかほんまになんかそんな短かったっけみたいなそうなんか私コートがなんか小さくなんか短いでしょ、私だけ、なんか私だけじゃないけど私のが一番短くて、そうで、なんか大きくなったんかもとかって言ってて、そうないないって言われてたけど、そうなんかね、すごい短いんですよ私。そうそう、セーターがどんどん出てくるから、うん、なんかいろんな、なんかよく直された今日そう、山梨雪降ってるって寒いよね、山梨の皆さん寒くないですか。いや、じゃけ背が伸びたんかなみたいな。マジでなんか丈がなんかお腹より全然ちょっと上ぐらいやったんですよ。あ、上野の時も短いなって思ってた。あ、じゃあうん、そうイベント中ね雨とか降らないコラボなんですよ。そう、リンクスさんありがとうございました。確かに大阪よく雨降るんだったイコラブ、けどなんかあんま雨降らないんですよ。そう、今ね雨降ってますよね。帰り降ってた、てかいつの間にか超ザーザー降りになってて、都内の方だと。なんか最後に身体測定したのはあのショールームのイコラブ大特訓中の時だと思います。生足根性偉い、褒められてた。
でもね、めっちゃもっと寒いと思ってたから。八つ橋でも食べようかな。これがね、美味しかった。なんかクリスマス限定のねやつなの。急に全然話変わったんだけど、なんかね、いちごとチョコのやつ、八つ橋マジ、うん、そう、生、そう、これいちごなの。でもなんか生もめっちゃ好きなんですけど、なんか私、何、生じゃない方、ガリガリしてる方の八つ橋の方が好きかもしれない。でもこれも好きなの、おいしい。急に食べ出す人、八つ橋を、うん、ほう、牙になる方。これね、めっちゃおいしい。いちご味なんだけど、めっちゃおいしいの。お餅、うん、チョコといちご分かれてる。花がチョコミント買ってたよ。おいしい。お昼はお弁当食べた。じゃあ今日のお弁当当てた方には100ポイント用意スタート。一人正解いた。チロルさんかな。すき焼き弁当でした。すごい、絶対いないと思った。肉とかちょっとそういう大雑把なのばっかだったから今。すき焼きだった今日。やばい、チロルさんなんか100ポイントって言ったけど、ポイントがたまったらいいことがあるよ。100ポイント、初の初ポイントですよ。おめでとうございます。八つ橋を食べて、いちご味がね一番好きやん。かわいいでしょ、いちご味が一番好きって。アイドルらしい答えでしょ。こういうこと言ったら全然アイドルらしくない。あ、チロルさん残念、ポイントは1日で期限が切れるんです。嘘。今度からじゃあポイント制たまにやろう。じゃあまたこれからポイントをねつけていくので、たまに問題を出して自分のポイントを数えておいてください。ほとんどのお宅マイナスポイントよね。だってウケる。面白いこと言ってくれた人とか、なんか嬉しいなって思ったら、なんちゃらさん何ポイントって言おうと。今度から溜まると何か得点がある、考えとく。それはあんちゃん好きです、唐揚げレモンさん50ポイント新しい制度をね。ダメよ、もう可愛いとかいらん。
好きとかもう大丈夫一人だけやから最初に言ってくれた人だから戦慄迷宮出てきた時のアンナの顔がやばい。マルキンさんマイナス30ポイントひどいトモさん見えましたよありがとうございます。ポイント5倍でですか、考えとく マイナススタートはつらい集計係ですか。確かにみんな嘘は良くないよ。私は集計しないけど、マイナスはめっちゃご機嫌逆にマイナスポイント嬉しいみたいな。急にショールームに緊張感出るってうん、アンズーそう優しいから自己集計してくれるはず。コメントしにくくなったって。コンティヌちゃんにいっぱいマイナスつけちゃおーっと。ん？アンナ家買ってあげるよだってありがとうポイント言わないマイナスつけてとかないよ。そんな雑なコメントができないだって。いいじゃんみんなだからコメント一つ一つに気持ちを込めてコメントください。マイナスがたまるとアンナに握手会で怒られるかもしれない。全津名古屋後ろから盛り上げるぞ。あーそれはなんかちょっといい言葉だなって思うし、今日誕生日だから村藤さんにプラス70ポイントあげますごますりしてるポイント制。泣きながら出てきてギアラ慰められてた。マルキンさん絶対あんなのことディスってるやろ。マイナス30ポイントマルキンさんマイナス溜まってるよ。もうアンナのことそうやってディスったら、うん、本当にもうバウンドしとこうと。マイナス60ですかわいいナイスバウンドありがとう。ありがとう素敵なバウンドって褒めてくれてたくさん ありがとうひろかちゃんもうねポンポンのコメントは絶対にマイナスを狙いに来てるってわかるからあげなーいあんちゃんが一番バランスボールが似合うってチロルさん絶対思ってないし別に嬉しくないからマイナス20ポイント。ポイントはお金で買えませんマイナス出す方がちょっと楽しいかもひどい人だ私は。ありがとうポイント関係なくあんちゃんの素敵な人って優しいね。鉄骨番長のイメージキャラクターになってほしい。嬉しいそれは。何もコメントしない方がゼロ保てる説。でもあれですよだって数少ないですよ今ポイントをプラスでもマイナスでも言われてる人は少ないからレアですよ。今日からポイント制なんで多分まあ明日になったらこの話はねすっかり忘れてると思うんですけどね。何今日のリアリティって私の。
リトンちゃん、イコラブにハマった、嬉しい嬉しい。あ、赤福さんだ、レアな人間になりたい思い出させるあんちゃんバランスボールに似てる、それは顔が丸いということですか、悪口として捉えていいですか、ハギさんもうハギさんマイナス20ポイント今は普通に0ポイントから、何のプラマイゼロからスタートですよ。泣くくらい会いたい、なんかちょっとそんなに言ってくれたら嬉しいじゃんね。じゃあポイントあげるよプラス10ポイント哲さんありがとうございます。よ、編み込み上手、ジッスンさんマイナス20ポイントなぜなら今日自分でやってないから、別に褒められても私の話じゃないだからです、残念でした残念でしたのっちさん嬉しい、ちょっとそれはチャッキーン、今日は私の大好きなヘアさんがやってくださったんです。でも取れちゃった、なんかねその方の巻き方が大好きなんですよね。しかももうその方がそのお部屋さんのこと大好きだから、そう今日も同じバスに乗ってるのになんか LINE でスタンプ送ってた、遊んでた。村藤さんが嘘ついたのでマイナス50ポイントです。あー、せっかくさっきポイントプラスであげたのにな空ゆずさん怒られたいからマイナスください。じゃあプラスあげます、プラス3ポイントですポンポン全然面白くないのでマイナス100ポイント、はい、アザースじゃない、ウインクしません。薄いピンクのカーテンセンスいいね、もう褒めるとこなくってカーテン褒め出したでしょ、赤福ちゃん今ポイント1位何ポイント分かんない、もう適当に言ってるもん私。 T ポイントにはちょっと還元できません、残念でしたでもキーちゃんの気持ちはもうね十分伝わってるよ。じゃああげる、じゃあプラス3ポイントもうみんなあげるよポイントペイペイは使えない、ペイペイ使えたらみんなグッズペイペイで買うんじゃない。やっぱショールーム楽しい、なんかちょっと嬉しかったからプラス5ポイント。なんなの今日マルキーさん、私のことをさ何する日、ディスる日なんですか。ちょっとマルちゃん、本当にもうペイペイ知ってるよ、最近物販立って、あの物販に立って2、3回ペイペイ使う方現るから、ペイペイという存在を覚えましたよ私は。面白いことを言おう言おうと考えてはいけません、素で言ってください。そうだよね、ペイペイドームになる、それは確かにそう、使えるよ物販でペイペイ、審査員みたい、審査員ですリサちゃんドームがやばい、強すぎやろ落とし針さん物販使えるよ、だから QR コードみたいなのをやってなんか何円って入れてくださいって言われて入れるので、なんかやるの。そう物販の時にねやってた。
ペイペイ、ペイペイ、なんでペイペイなんだ。物販ではアンネポイントはね、その時に面白いことっていうか、なんかいいなって思ったこと言ってくれたらプラスポイントが入るけど、別に物販は安くは買えない、割引はされない。えぐみさんありがとうございます。そうそう、キーボード見た、見えちゃったんだもん。そしたらキーボードにアンナがいたから嬉しかった。マルキンさん乗って次の握手までにポイント制度飽きてるやろ、わるわら、たくさんマイナス20ポイントなんでそういうこと言うとアンワングランプリ、そう今 M1 やから、アンワングランプリ開催中。明日には終わるんでしょって、なんでさっきからみんなマイナスなことばっか言ってんのよ。わかんないじゃん、終わるかどうかなんて。わかんないでしょ。シダーさん、コーンフレーク食べたい。なんかいいね、唐突のコーンフレーク食べたいって面白いからプラス10ポイントあげる。グローブ買ってない。大喜利みたいになってる、確かに。ボケてたら勝てる時間ですか。まあそうかもしれないですね、私のツボにはまったらかな。乃木床、確かに確かにポイント制度ありますよね。乃木坂だっけ、ポイント制度ある。乃木坂さんだっけ。そうよ、そっか、罰ポイントとか、そうじゃん、あるよね。じゃあそういう感じですね。いつか清算しなきゃいけない。じゃあ1月になるまでに1回清算しときますかね。そうですね。グアムプレゼントしてくれるの、さすらいさん。でもそれは絶対さ、本当嘘？どっちですか？カーテンか携帯が、で私が揺れてますね。でも。やっぱりプレゼント、海外はプレゼントできないんでしょ。だからマイナス、じゃあマイナス12ポイント何でガムなん、マルキンさん結構厳しいね。だって厳しいがモットーです。自分に甘く人に厳しくがモットーですっていう生き方をしようかな。ダメですね、そんな人は。ダメですね。ちょっと数字刻んでみた。気持ちいい。待ってるぞ。よいしょ。ポイント記録してない。みんなの心の中に記録しておいてください。2日ぶりのバランスボール、2日ぶりにここで配信する。
リポンちゃん、イエ全然たくさんあれよ、プラスにならんよそんなことじゃ。ディスン。この審査基準だと何考えても無駄な気がして、ひどいよみつるさん。バランスボールが痛いってあんなに踏まれて、かわいと、かわいと。今ね足ついとらんのよ。コッチルちゃん願いません。イエーイ。編み込みを褒めてマイナスとか予想外すぎるでしょ、でしょ。え、マルキーさんコラボ列車乗ったん、いい子やん。さっきちょっといっぱいマイナスあげたからプラス25点。プラス25点にしよう。ええ子やほんま。コラボ電車歌だらけだったぞ。ええ子や、みんなええ子や。じゃあコラボ電車乗ってくれた人全員にプラスと言いたいところだけど、やめときましょう。コラボ列車乗るために2時間待ったの、エリくん。ええー、子や、プラス25ポイントや。あげるよ25ポイント。ええー、子や。ここは3回も飲んだの、キーちゃん。お腹ポチャンポチャンや。ええー、子や、プラス25ポイント。村藤さん、昨日言った通りたくさんコメントしてもちゃんと約束守って、ええ子や、プラス8ポイント。あんちゃんのコースター一発で地引きしたからポイントくれ、ポイントくれと言ってきた人にはあげねえぞ。嘘だよコンティヌちゃん、愛があったのかもしれない。それは神様がコンティヌちゃんの私への愛を認めてくれたのかもしれないから、プラス8ポイントあげます。評価基準がゆるゆる、その通り。その通りです。微妙、あ、文句言ったから、コンティヌちゃんマイナス8ポイントです。はい、ポンポンもなんか急に微妙とか言ってきたのでマイナス8ポイントです。息してくれてありがとう、だってなんか嬉しいからプラス5ポイントあげます。レグルスさん、コースター集めるためにドリンク7杯飲みました。レグルスさん70ポイント差し上げますね、プラスです。プラスですわ、それは。7杯は強いって、実寸。っていうポイント制度が急に突如始まったこのショールーム。フード、ドリンク、多分全種類制覇。えらい、みつるさん。じゃあ、みつるさんには何個食べたの？じゃあとりあえず50ポイントはあげます。50ポイント差し上げます。ポイント大喜利大会、アンナの心をわしづかみ、ポイント大喜利大会がスタートしてますね。イエーイ、パフォ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 、イエーイ。
ンナの心をわしづかみポイント争奪戦、イエーイ。なんであんテンション高いんじゃろう。別にね、そろそろ終わろっかな謎な謎のね、アミちゃんだ、やっほ。謎のテンションでポイント制度たくさん言ってきたけど、もうちょっと疲れたから急なブレーキ。そう、私急ブレーキ得意やねんじゃあ暴れない君にチャンスあげるよ、ゼロポイントで終わるのは嫌だって言ってるから。じゃあゼロ、じゃあみんなにチャンス、じゃあ今から5人の方に最後プラスかマイナスかは分からんけどポイントをあげて終わるので、最後コメントください。どうしようかな。ポントヨゴさん、最近めっちゃ可愛い、普通に嬉しかったのでプラス30ポイント。なりさん、かわいい、なんかちょっと嬉しかったからプラス30ポイントポイントなんかいりません。マロンさん、そんなマロンさんにポイントプラス、じゃあ何人しよっかな、プラス15ポイントあげます。そんないらないとか言いつつちょっと照れ隠しなのかななんて思っちゃってさあと2人かな。暴れないくん、今日あんちゃんしか見てなかった、絶対嘘、マイナス50ポイントラスト1人だね、誰にしようかな、どのコメントにしようかな。何にしようかな。私も頭働かないんだよね、としやさん。一緒だね。私も今働いてなくて、頭がなんか、あ、一緒って不意に思ったから、最後は10ポイント差し上げて終了したいと思います。ということで以上です。はい、終わりますよし、13位が MKT さん、12位がマツケンさん、11位がユーシスさん、10位がセイタ、9位がハッシュタグ203、8位がショージーさん、7位がトモ、6位がテツさん、5位がレグルスさん、4位がクロウさん、3位がポークたまごさん、2位がノッチさん、1位がマルキンさんです。ありがとうございました。はい、急ブレーキをかけました。今じゃあさ、今自分が得点一番上だなとか、やばい一番マイナスかもって思う方いますか。誰だろうね。とりあえずランダム3人いこう。1人目のどかちゃん、2人目サクサクさん、3人目ラピオさんです。はい、80ポイントより上の人、あ、マイナス50ポイントよりも下の人、ん、上、お、アバチロが今トップと最下位の可能性ある。それよりも上とか下の方いますか。いない。あ、じゃあそうかもしれないよ、アバチロですね。ではじゃんけんします。せーの、チョキン、じゃんけん、じゃんけん、チョキチョキです。それではまた明日もお会いしましょう。それではおやすみなさい。皆さんゆっくり休んでください。
昨日も握手会、今日も富士急と来てくださった皆さんありがとうございました。バイバーイ。アイスミートボール弁当箱、おやすみなさい。バイバーイ。